たくさんの王子様が見守るプールでプリンセスが光り輝く、そんな6日間の攻防です。ヴィーナスシリーズの第16戦、天ヶ崎プリンセスカップ、初日のメインカードを迎えます。第12レース記者選抜戦です。1号艇森谷美穂、2号艇平山千佳、3号艇雲野ゆかり、4号艇細川優子、5号艇藤原夏樹、6号艇長島真希、以上の6名が対戦です。 6艇のコース、動きはなさそうで、まずここは1号艇の森谷美穂がインコースの進入ということになります。今日の前半6レース、センターからの差しを決めて、デビュー通算1000勝、大台に王手となったのはこの1号艇森谷。連勝一気に記録達成、水神祭ということになるか、1号艇森谷です。とはいえここは強敵ぞろいです。2号艇の平山が2コースから得意水面でハンドルレバーに心を込めます。2号艇平山、前半逃げて1着永遠のヴィーナス、3号艇雲野はセンター3コースから、そして初戦2着連帯です。4号機そのパワーを見せつけるか、4号艇細川角一、外から強気に迫ります。前半逃げて1着は藤原夏樹、初戦はよもやのアクシデントでしたが、ここはリセットしての2走目です。6号艇は長島真希、3対3となって、内から1番2番3、4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めてきたのはインコースからトップスタート1号艇の森谷です。速攻体制の1号艇森谷に2号艇の平山が指していく、握っていくのが3号艇の雲野、内を捉えたは4号艇、さらには6号艇5号艇が続いていきますが、先頭は1号艇です。早くもリードを広げていきまして、森谷美穂、2番手からは3号艇の雲野、内側からは4号艇の細川です。なおスタートは正常でした。2マークを先頭で回るのは1号艇の森谷、2番手から続くのが3号艇、内をくるっと運んで運動、外から4号艇の細川で、上位体系は1、3、4、4番手から2号艇の平山、後方には5号艇藤原、6号艇の長島となります。2周の1マークを目指しまして、先頭は1号艇の森谷です。3号艇の運動が2番手を追走で、3番手内を捉えては4号艇細川、上位体系1、3、4、4番手2号艇平山で、後方5号艇6号艇が続きます。インコースからバチッとトップスタートでした。堂々押し切ったのが1号艇の森谷、2番手水槽が3号艇の雲野、3番手に4号艇の細川で、上位3艇は1、3、4です。4番手2号艇平山、5番手以降5号艇藤原、6号艇の長島となりまして、最終周回に入ります。ここ天ヶ崎でのデビューからおよそ17年です。努力を重ねてもりもりと釣り上げてきた1着、勝利数がどうやらこの逃げで大台到達ということになりそう。1号艇の森谷、今季は事故で苦しみましたが、それでも耐えて踏ん張り抜いて締めくくりのシリーズ、まずは鮮やかな連勝発進で大好きなファンに最高のゴールを届けます。明日からも見ててください、水神祭も見ててください。一気に決めていきました、見事な勝利、通算1000勝、先頭1番の森谷五輪、2着3番です雲野五輪、3着は4番細川五輪、1番五輪、5番6番が五輪、以上天ヶ崎第12レースでした。